今回の動画ではタイガースの最新情報として、岡田采配がまさかの続々と裏目に終わった件について、野球評論家が梅野選手のミスを厳しく指摘した件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、悔しい敗戦となった27日の試合を簡単に振り返っていきましょう。優勝条件を考えれば5連勝が必須と言えるタイガースは、広島キラーである大竹選手を投入。一方の広島はタイガースに強い大瀬良選手を投入し、好投手同士の投げ合いとなりました。この試合で先制点を奪ったのは広島。大瀬良選手が2アウト満塁のピンチを招きながらも初回を無失点に抑えると、1回裏に2アウト2塁3塁のチャンスを作り、坂倉選手のタイムリーで広島が2点を奪いました。いきなり2点のビハインドとなったタイガース打線は大瀬良選手を前に完全に沈黙。3回から6回まで4イニング連続で三者凡退に倒れるなど、チャンスすら作ることができませんでした。そんな中、雰囲気を変えたのが佐藤輝明選手です。2点を追う7回表に先頭打者として打席に立つと、低めのフォークをうまく拾い、打球はライトスタンドへ。反撃ののろしとなるホームランに、球場のタイガースファンが大きく沸きました。これで息を吹き返したタイガース打線は、8回に広島の絶対的なセットアッパーであるハーン選手に襲いかかります。ワンアウトから近本選手とヒットと中野選手のバントで2アウト2塁のチャンスを作ると、3番の森下選手が打席へ。すると2ボール2ストライクからの5球目、真ん中付近に来たストレートをしっかり捉え、三遊間を破る同点タイムリーとなりました。いくらコースが甘かったとはいえ、スプリットをケアしなければいけない中で154キロのストレートをしっかり捉えたのはさすがのバッティングです。2アウトにしてでも得点圏に進めて森下選手に回した岡田監督の期待に応える一打で、本人はチャンスは作れていたけど、なかなか1点が取れない中でチャンスで回ってきて、ものにできたのは良かった、と振り返りました。そして追いついた直後の守りで3番手の岩崎選手がわずか10球で無失点に抑えると、流れは完全にタイガースへ傾きます。9回表に先頭の佐藤輝明選手がヒットで出塁すると、続く小野寺選手の送りバントを処理した栗林選手のファーストへの送球がワンバウンドに。これをベースカバーに入った菊池選手が前に弾く間に佐藤輝明選手が3塁を陥れ、ノーアウト1塁3塁という絶好のチャンスが訪れます。プレッシャーがかかる中でバントを決めた小野寺選手も、三塁をしっかり陥れた佐藤輝明選手の走塁も見事でした。このチャンスに岡田監督は、坂本選手に代えて代打の糸原選手を起用。しかし、フルカウントまで粘ったものの浅いライトフライに倒れ、ランナーを返すことはできませんでした。そして木浪選手がフォアボールで歩くと、今度は梅野選手を代打で起用。しかし、梅野選手、近本選手と連続三振に倒れ、まさかの無得点に終わりました。岡田監督も試合後に、ひっくり返しとかなあかんわな、と語っており、この攻防がターニングポイントになったのは間違いないでしょう。最悪の流れで9回裏を迎え、再び広島に流れが傾くかと思われましたが、石井選手が無失点に抑え、試合は延長戦へ。タイガースは12回表の攻撃で勝ち越すことができず、この日の勝ちはなくなりました。しかし仮に引き分けたとしても巨人のマジックは減らず、引き分けでも十分に価値があったこの試合。そんな中岡田監督は11回からマウンドに上がり、三者凡退に抑えていた村上選手を12回のマウンドに送りました。しかし、大山選手の悪送球でワンアウト二塁のピンチを招くと、続く末金選手にライトオーバーのタイムリーツーベースを浴び、これでサヨナラ負け。打たれた村上選手は膝に手をつき、試合後は涙を流す場面もありました。この日巨人が中日に勝利していたこともあり、マジックはついに1に。球団史上初の連覇が大きく遠のく、痛すぎるサヨナラ負けとなりました。この試合で続々と裏目になってしまったのが、
岡田監督の采配です。まず SNS 上で疑問の声が上がっていたのが、9回表のノーアウト1塁3塁のチャンスで代打糸原選手を起用したこと、ストレートに強いこと、そしてコンタクト能力があることを理由に起用したんだと思いますが、結果は裏目に。糸原選手は8月9月で打率1割4分3厘と結果が出ていなかったこともあり、批判の声が上がりました。個人的にはここで糸原選手を起用したことは理解できますが、勝ち越しのランナーではない一塁ランナーの代走に島田選手を起用したのはあまり理解できません。代走の切り札がまだ2人ベンチに残っており、レフトを守れる上田選手を代走で起用しても良かったはず。そして島田選手を残しておけば、9番のところに2割8分9厘の高打率を残していた島田選手を代打で起用することもできました。しかし島田選手を代走で使ってしまったため、9番のところでは梅野選手を起用。あの状況ではコンタクトに課題のある井上選手や第三保守的な役割もある原口選手を使いにくかったことも理解できます。まあそもそもキャッチャー2人の打率が高くなく、終盤に代打を送る可能性が高いにもかかわらず、なぜキャッチャー2人制なのかという疑問もありますが、それは一旦置いておきましょう。梅野選手がランナーを返せれば全て丸く収まったところでしたが、結果は3球三振。そもそも代打慣れしていない梅野選手にいきなり栗林選手を打てということ自体が酷だと思うので、島田選手を残しておいてほしかったです。梅野選手は11回表の2アウト1塁2塁のチャンスでも3球三振に倒れ、悔しい結果に終わりました。そしてバッティングの悔しさが尾を引いたのか、12回裏の守備ではまずいプレーも。ファーストゴロを処理した大山選手のトスがそれた場面で梅野選手のカバーが遅く、2塁への進塁を許してしまいました。この場面について野球評論家の谷重元信氏は、梅野のバックアップカバーが遅いんですよと厳しく指摘。同じくキャッチャー出身の大谷昭彦氏も、打者走者の野間と一緒に行かないといけないのに行ってないですね、これ参加しないでプレーを見てたはずなんだよねと苦言を呈しました。バッティングは相手もあることなので打てなくても仕方ないですが、ベースカバーは絶対にできるはず。大山選手の守備への信頼からかもしれませんが、ベテランらしからぬプレーで非常にもったいなかったです。出場が決定しているクライマックスシリーズでは今まで以上にミスが許されません。梅野選手に限らず、ここからもう一度基本を徹底し、本来の守り勝つ野球を見せてほしいですね。今後の戦いからも目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。